大阪商工会議所の土井道夫像、土井道夫から1917年9月9日は、幕末の上島藩士、明治時代の実業家、大阪財界指導者、衆議院議員、関西法律学校名誉公員、大阪市の本邸アートは、日本銀行大阪支店になっている。いよ、上島藩士の大塚南平祐樹の子として、生まれる。4歳の時藩士、 松村彦兵衛清武の養子となり、安太郎と改名した。少年時代には、三好修博に書道を学び、藩校、明林館で、大阪の古史と盲領の弟子である、金子春太郎に漢学を学ぶ。十二歳からは、久保田清根から、免許改伝を許可された久保田派民流剣術師範、たと味、家門の道場に入門、畜馬の友である、小島井と共に、剣術修行に励み、 16歳正月に、初伝目録を授与された。同じ頃、息岐三郎太夫に、越後流軍学、深川秋方に算数を学ぶ。17歳で元服、彦六と改めた。この頃の宇和島藩は海外への関心を強め、高野朝英をかくまって、乱学の死に迎えていた。やがて朝英に代わりが型公安の皇帝である、村田蔵六に、兵書 広大の設計を翻訳させていた。家が近かった蔵六の門人である、立田春江と親しくなり、長英の門人である、王の正三郎とも交友があったことから蘭学にも関心を持つが、途中で諦める。22歳で久保田畑宮流の免許改伝を授与された後、あと1861年に多と味道場へ、坂本龍馬がやってきて、道場に多流試合を申し込まれている。 この時に、龍馬から、脱藩すればいい。こんな城下で、何ができるのか。と言われる。この時は驚いたが後に脱藩する行動のきっかけとなった。23歳で洋家を去り、父の母方の姓である土井を名乗る。1865年、勤能を志して脱藩、土井新一と改名して、大阪に出る。叔父の紹介で大見の城の金貸し。 高池三郎兵家を紹介され、用心棒として、高校、町内の夜景一切を任されるようになるが、県だけでなく金銭水筒の能力を発揮する。半分商人の見学として、大阪で評判になった頃、宇和島でかくまわれていた薩摩藩の中井博氏と、再会したことがきっかけで、勤労運動に関わる。蕎麦、伏見の戦いにおいて、土佐藩の後藤章二郎配下で、活躍。 遠からず刑が戦乱に巻き込まれるから、その時は、宇和島藩邸に米を送ってほしいと、大津の米問屋で依頼する。戦いの後、この功を認められたこと、薩摩藩からの金箔書が出されたことで規範する。王政復古後、宇和島藩主、伊達宗成が、議定職外国係と大阪賃代外国事務を、兼務すると、外国事務局大阪運譲所に勤務する。ここで、 外国事務局判事に就任した五代、友厚の部下となったことが、生涯の重要な方向づけとなる。1869年には、大阪府検証参事となった。1872年、親友の北畠春房に誘われて、司法省に出資して、兵庫裁判長、大乗党裁判長を歴任、小島意見と再会する。退官までに、井上薫、伊藤博文、 大隈重信、大久保敏道らとの政界人脈を築くと同時に、住友や、河野池やら大阪財界と関係を深めた。1884年、河野池前衛門が、府知事、立野郷号んへ、事業再建のための人材紹介を懇願。立野が五代とも厚に相談すると、土井道夫以外にあり得ない。と進言される。これにより、司法省を退官。 河野池前衛門家の顧問となり、諸事業に参画、剣豪商人と言われた。1887年頃、大阪での本格的な証明を東京に習って、ガストにするか、伝統にするか有力者の間で対立が続く中、道夫は伝統への圧線調整を行い、1888年、大阪伝統を設立して、初代社長に就任30年務める。 日本ガラス製造、長崎伝統、日本生命、大阪毎日新聞、大阪貯蓄銀行、明治宝績、半角鉄道、大阪馬車鉄道なにわ電車軌道、宇治川、電気、大阪染色、大阪土地建物、京阪電気鉄道など多くの企業の役員に就任した。道島米国取引処理事長、大阪銀行取引処理事長、日本電気協会会長、 大阪実業協会会長を歴任する。1894年3月、第3回衆議院議員総選挙に、大阪府第2区より立候補して当選したが、半年後の第4回衆議院議員総選挙で議席を失っている。1895年より、大阪商業会議所会頭に22年間在任、近代大阪財界の基盤を固めた五代とも厚なき。 後の大阪財界最有力指導者として活躍した。特に1903年の第5回内国官僚博覧会誘致において、東京との激しい招致合戦に勝利、パリに飛び、パリ万国博の仕組みを詳細に調査して、成功に導いた功績が大きい。この博覧会の跡地に作られた新世界ルナパークに周囲の猛反対を押し切ってパリのエッフェル塔を真似た。 通天閣を建設する。藤沢南だけによって命名された通天閣は、ルナパーク開発会社である大阪土地建物の社長であった土井の名前を入れる意図が含まれているとされる。1914年、電気、電灯、電鉄関係者の社交組織である中央電気クラブを創設。中央という名に、東京に対する当時の大阪財界人の気概を感じさせると、 今に伝えられている。1915年秋に、君三党局日中受賞を受賞。1917年、京阪電気鉄道社長、大阪商業会議所会頭在任のまま死去。大阪商工会議所前には、大阪在会中校の祖として、初代会頭の五代ともわず、十代会頭の稲畑、翔太郎と共に、土井の銅像が設置されている。小島らとに、 関西法律学校の創立にも関わるなど、教育、文化面でも活躍している。浄瑠璃は、竹本摂津大城に指示、南蛾、以後、二条案桃系に学んだ俳句も熟達しており、松木担丹派を継いだ名門俳流、八千房の八千八千房を継いだ時期があるなど、県以外にも多芸多祭で知られた。五代、友厚の三女、吉光養女とし 1896年、故郷である、宇和島藩の藩主、伊達宗則の椅子を、高吉郎を婿にして結婚させて、土井家を継がせた。そのため、伊達宗則はじめ、多くの伊達一族が土井帝を、大阪の上宿にしていた。港熊楠によると、おいに、在英美術賞の片岡正幸。ロンドンの中心地ハノーバースクエアで、東洋美術の骨董店を手広く営んでいたが、 後に詐欺により、日本で逮捕された。浦島太郎の英訳、浦島、A ジャパニーズリップファンウィンクルでも知られる。ありがとうございます。